ちょ、マヒキなんかテーマちょうだいよ。体力余ってるでしょ、あなた。テーマですか？いや、僕結構今日はダルダルっす。なんでよ。なんか最近、僕なんか、僕、陰の民じゃないですか。でも最近なんかビジネス陽キャを始めまして、なんか外に出る機会がめちゃくちゃ増えまして、はいはい。それでなんか、ちょっと疲れてますね、最近。日光を浴びるっていうのがこんなに疲れるのかっていうことを、しみじみ感じて、最近生きてます、本当に。だね、いるね。ありがとうございます。もう一人おんねんな、多分な。やりやり。ナイスナイスナイス。ナイス。お。もう一回やり。あ、ナイス。発殺っすね、それで。ナイス。ナイス。ナイス。バキバキナイス。バキバキナイス。俺もな、たまにはな、こういう渋い声じゃなくて、マヒト君みたいな、なんか、女の子に人気出るような、可愛い声じゃん。おはっはっ What? マジかよ。危ない。やるよ。もっちゃさんの蘇生いきます。はい、お願いします。お願いします。もっちゃさん、ちょっとカーボ出してください。助けてって、助けてってこびてください、俺に。ほら、助けて助けてもっと可愛い声出せよ。助けてほら、あ、ちょ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 助けてほら、あ、助けてもっと可愛い声出してみろ。あよあよっこしてや。あ、お口味だな。かわいい声ってなんだよ。かわいい声もらっていいですか？あ、いいっすよ。はい、かわいい声出してもらっていいですか？かわいい声もらっていい、かわいい声もらっていいですか？はい、ありがとうございます。包帯も5個どうぞ。ありがとうございます。俺、お茶さんいじんでめっちゃ楽しくて、これハマるな。もうやっぱ M ド M 出た。そこに戻るのか。違う、そこには戻らないっすよ。あれ、マヒト君、お茶さんってド M らしいよ。そうなんですか？ド M じゃない、ソフトソフト。マヒト君、お茶ド M なんてタメ語で言ってみてよ。お茶お前ド M なんて。絶対編集でそこだけ、あの、前後カットして、急に絶対使うじゃないですか。お茶お前ド M なんて。おちゃん、お前ド M なの？いや、なんでタメ語なん？大根役者だ。やっぱ、YouTube パワーバランスってサブ数なの？サブ数だよ。確かに。サブ数か。当たり前じゃないですか。私、あの、25万人の若輩者なので、何卒よろしくお願いいたします。お願いします。あ、よろしくお願いいたします。あ、マヒトさん、そんな図低くしなくていいですよ。いや、僕のが低いんで。図低くしなくていいですよ。あれ？本当に25万サブの方ですか？あ、そうです。あ、違うわ。お前ら、私の前にひれ伏してください。私、おっとと申します。チャンネル登録200万人でーす。連携力あるな、振り方が。あ、違うなって、汲み取る男。往年の連携力。やっぱ長いんで、ね、組み取る男、うん、長いんで、違うなとかって言い始めるから。求められたのはオトジャでしたっていう。トークテーマツイッターで探しますね。はい。でもやっぱ下ネタがほとんどなんですよね、あの、日頃の行いのせいで。俺の悔い改めて、あ、これ面白いかも。自分だけが知るこの4人の中の秘密の暴露。自分だけが知る。そうです。だから俺だけが知ってる、ま、人の裏話とかみたいな。ただの関係響くやつじゃないですか。きつね。きついやつ。この配信終わったらもう顔合わすことなくなるかもしれない。お互い全員ワンちゃん。やば。やめましょう、ね。この4人が揃うことはなかった。あ、これは暴露って怖いわ。はい、芸能界に入ったお茶さんはどのジャンルで芸能界で活躍していきたいですか。ああ、やっぱ歌かな。ラルクとかと一緒にやりてえな。ラルク。まあでも、だって天下のラルクアンシエルですらライブに来るのは所詮6万人7万人ですよ。さよドラさんのチャンネル登録者何万人ですか？キャパの問題でしょ。キャパの。ラルクで6万人来るの？ラルクで6、7万人しか来ないわけですよ。でもさよドラさんは40万人来るんですよ。ってことはラルクよりも上。なるほど、そういう風にお考えなんですね。結婚願望ってあるんですか？急に普通なようで普通じゃないような話題。あ、俺ありますよ。ガゼンある。あ、ガゼンあるんですか？はい。結婚したいんですか？したいっす。何歳までに？35。 35?
はい。なんで？なんとなくですよね。全然特に決めてないですけど。おお。相手の年齢次第じゃないですか？どっちかというと。ああ、相手がまあ若かったらまあね。うん。まあゆっくり吟味してもいいけどみたいな。相手がね、もう私したいなみたいな感じの女の子だったら、もうちょっとそっかみたいな。別にまあもうね、もう貯金いっぱいありますもんね。ないわ。ふふふだって。平木さん結婚したいですか？俺ですか？はい。したくねえな。だって自由な時間なくなるっしょ。まあ確かに。俺やだな。学生が社会人になりたくないみたいな理論で草生えますけど。確かに。いや俺学生なんで。まあ気分はね。マヒ結婚願望あんの？なんかまあ願望っていうよりなんかまあいつかできたらいいなとふわーって思ってますけど、なんか何歳までにしたいとか全く考えれないですね、まだまだ。わかる。俺もそんな感じ。俺もそんな感じでおっぱいさんたら終わるんですね。マジかよ、ちょっと楽しみしてたのに、ワクワクしてたのに。でもマジで俺も別に全然なんかいずれは結婚するんだろうなって思いますけど、俺自分が結婚して家庭を築いて、俺お前だけが好きだよみたいなことを女の子に言ってる姿が想像できなさすぎて。想像できなさすぎて。リーダーなんかやっぱね、もう俺と真人くんと柊木さんはやっぱもうなんか昔からの付き合いなんで、もう正直話すことないんですよ。はいはいはい。話題っすか？話題でもおっぱいさんとこに来てましたよ。高校の時に覚えておくべきことは、これいいじゃないですか。マジ NHK だな。高校の時に覚えておく話、そういうとこなんです。はいはいはい。いや俺ね、高校のうちに覚えておいた方がいいコンドームの付け方だ。わかる、うん、大事な。それ覚えとかねえと、お前ね、いつまで経っても童貞だから。確かに練習はしましたね、高校の頃やっぱり。わかります。練習はした。高校生の時とかコンドームつけてオナニーして、なんかすげえなんかエッチしてる気分に浸ってました。さすが。俺やったことあるな、それは。それに関しては。まあ経験としてね、やっぱ通りますよね。童貞がみんなやるんですよね、最初。やりますよね。コンドームつけた状態で自分でちょっとしてみて、あ、これティッシュこれが。そう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 。これわかるわー。男子とみんなやってたかな。みんな一回は通る道ですよね。残り10人、敵8人ですね。あ、いた。300了解です。300、車両が走ってる。あー、押した押した。ナイスナイス。あー、210方向にいます。あ、やばい、降りちゃった。やばいやばい、あ、やばい、これマジやばい。マジやばい。押し、どこだ。あ、上登るか。よし、倒した。あー、うん、ナイス。決勝。いや、きついな。最後でやり合ってんの？止まれちゃった。どこだ。やり合ってんの？あ、やばい、僕多分死にます。でも、アンチ以外なんで、こいつも。あ、死にました、死にました、オッケーです、オッケー。あと、おばあさん一人。めっちゃ近い、めっちゃ近い。ナイス、いけるいける。ナイス。あ、まあ、正面です、正面です。300っす。ナイス、よっしゃー、ねー、よっしー。すごっ。さすが、すげえ。頑張りましたね。今のすごいっすね。今のすげえなー。めっちゃ一気にぶちのめしましたね。やば。ナイス。ナイス。みんないい感じにね。そうですね。みんなね。ね。最低4キルって感じですよね。そうですね。はい。はい。はい、いじめいじめ。俺なんなら抜かれねえんだけど、メンバーから。どういうことどういうこと。あ、すいません、なんかゼロキルって見えなくて。まあゼロに何かけてもゼロっすからね。はい、ジジイ。こういうとこから始まるんだからな。グリッチじゃないですかそれ。絶対グリッチだよな。おい、今さらされてるぞ日本で。木に頭ぶっ刺しとくとヘッショ食らわなくなりますよ。あ、ね、頭がない。ヘッショ食らわない裏技。さあ行くぞ。奇跡を起こす、奇跡を起こす。いけるいける。やったー。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。